はい、じゃあちょっと聞いてみましょうか。見てほしいキャラいますかと。ほんまに久しぶりの参加型な気がする。ライデンお願いします。あと、レイラの時計の使い道を。ほうほう。トリガーさん、ライデン。アンウまだ？アンウは次復刻するなら、あれだね。収録期間だね。ちょっと原神収録期間全然やってくんないのが謎ではある。風さえ。草薙持ってる。絶縁4セット、星座が3凸。ライデン3凸で止めてる人多いよな。いや、私もいいと思います。まあ、2か3やね、やるなら。正直無凸でもいいんですけど。よい。3凸で火力多分 1.68 倍ぐらいになるかな。1.6 倍にはなるかな。結構でかいよね。42.9。あね。41.2。その会心の塊がライデンは重要です。素晴らしい。時計ゲンチャーン。44.5。もう全部40超えてるやん。コップ。雷バフコップ。43.7、40超えてる。冠。25.7、現地。冠もいいね。このライデンいいな。会心率会心ダメージしっかり高い。まあ、草薙の効果で攻撃力、まあ、400、500上がりますから。まあ、1800、1900ぐらいで。ダメも74、114と綺麗で。現地も高い。テンプはトリプルから。ええやん。もうライデン仕上がってんな。強強ライデンだ。ゆうえさん、新たきお願いします。はい。フィレミネゲットに155連かかった。普通に泣きそう。ちな何凸なん？あ、2凸？初ゲットかな？初ゲットに155連かかったんか。いや、結構あるある。星4キャラクター1点狙いって星5より出ない時あるからな。で、新たきか。話すこともないのに必死に話題を探すなんて。で、企画石人滅祭。で、生物果敢4セット。合ってるね。あとはどれだけ新たきは、まあ、律ダメ防御。で、あと岩パイの度合いにもいるけど、原茶があるかって感じだな。ほい。おお、強っ。52.2？ とんでもないな。最新の塊だ。あね。言い方がきつい。おおよ。43.4 かな。あ、茶さんは全然 43.5 か。43.5 減茶。素晴らしい。まあ、攻撃は、新たき攻撃より防御だけど、まあ、でも攻撃も使わんくはないし、いいね。時計、防御時計。37.2。おー。この新たき強くね？コップ、岩バフ。27.1。このように。かかんのコップだしね。冠10枠。45.1。いつかやむとき。このあたきやばいぞ。ああ、率ダメすげえ。で、現射 104% ってのはちょっと気になりはするんですけど、あらたきは岩パで使うんですよ。二凸してる？ああ、そうよね。あらたき岩パで使うキャラで、まあ、ゴロとか、調理が結構岩粒子作ってくれるし、あと二凸してると岩パで使えばね、爆発52族になるんで。あ、勝利の西風とか、ゴロの西風とか、ゴロが作る粒子とか加味すると全然回ります。じゃないでしょうか。良いね。回る。で、トリプルクラウン。良いじゃん。結構、新たきは現地 100% ぐらいでも回る。綺麗だな。フリーナと千織お願いします。バナナさん。フリーナ採用し、復帰勢2023年11月21日。23年11月ってマジでフリーナで復帰やん。まあでもフリーナ可愛いもんな。あるわ。必死に話題を探すなんて。武器生成入れ点。生物。黄金4。31.9 減茶。まあフリーナは率ダメ減茶 HP 全部欲しいですね。羽。28.9 減茶。HP 実数。時計が減茶時計で 19.5。コップが HP コップ。うん、コップ HP コップでいいね、フリーナは。水バフじゃなくても、黄金とダメージバフの元素爆発で十分あります。38点ね。冠が率で 31.5 ゲージ。あ、冠強っ！フリーナのための冠やな、これ。30あれば強いのに、現茶 11% もあるし。でかい。言い方がきつい。まあ、HP は3、まあ、水共鳴込みで3万ぐらいで。率ダメ高くて、現茶188あって爆発打ちまくれて。え、めっちゃいいじゃん。強強フリーナです。で、2凸してるから HP もっと増えるね。HP160、160% 増えるんで、テンション上がれば。全部揃ってるな。完璧です。現茶も180あれば、8あれば、毎回クールタイムで打てるな。綺麗だ。で、トリプルクラウン。素晴らしい。もう一人、千織かな？武器。あ、黎明の真剣。ってことは、千織はこれ多分黄金4セット型やね。エッジ型の千織で、純粋な自由なんてないの。一般的な普通の強い調理です。設置型調理。いつかやむ時が。スコア 45.4。羽。52.0。チオリはそうね。まあ攻撃も防御も両方使う。まあ防御の方がのダメージの伸びが大きいから防御がいいか。OK 防御で。やばくね ?45.4。52.0、55へ。時計が。この時計やばくね ?52.9。ただ本当のことを言っているだけさ。いや、それを受け入れ時計55へってやばいよ、ちなみに。いや、でもこれ攻撃時計だったらマジで最高だったな。防御だから千織につけざるを得なくなってるけど。52の時計はやばい。今バフで 25.9。冠が 34.1。ステータスがすごいね。黎明で会心数 28% 上がるの込みで。純粋な自由回収率 104%。確定会心。で、ダメージ214。防御力は1900あります。2000か。2000あります。やばいな。めっちゃいいと思う。で、無凸でしょ多分。どうだろう。一つか。一つして。岩元素の設置物ないキャラとでも合わせるようにして射程が広がるので解決か。いいじゃん。49。テンプレベルの上げ方も合ってますね。いいしおりだと思うわ。スキル設置して、折り意識連発したら、ダメージもめっちゃ出そう。良いな。良いしおりだ。はい、じゃあバナナさん、井上さん、トリガーさん、ありがとうございました。また遊びにいらしてください。Let's go。シンプルに原神。やってる人数が減ってるんだと思う毎年そうなんだけどな。でも、いつもバージョン終わりかけになるとね、配信見に来る人も参加型の人数も希望者は減る、あと全ゼロされ、まあ、全ゼロやってる人が多いのもあるからね。どうなんだろう。全ゼロ配信あんまなんか需要なさそうな気がするんだけど、どうなんでしょうね。見た感じ全レスゾーンゼロ、なんか解説動画とかには需要あるけど、配信あんま需要なさそう。あれなんか実際にプレイしててやってる側は楽しいんだけど、見てる側はようわからん気持ちよさそうなゲームって感じだから、どうなんでしょうね。需要ある全ゼロ配信。でもなんか全ゼロ配信でめっちゃこの人伸びてるみたいなのあんま見ないんだよな。やる自分でやる方が楽しいんだよね、あれ見るより。なんかそうやってる側がプレイしてる人が「あーパリ気持ちいい」とかになって全ゼロめっちゃおもろいんだけど、配信向きじゃない気がしたな。リリースしたっていうのもあるか。君ごとき僕を直視する。これで実際私も配信見に来てもらうより全ゼロ実際にやってもらった方が嬉しいかも。私の配信なら何でも見る。嬉しいこと言ってくれるやん。